even get some calls。イタチの活躍により忍び連合軍を苦しめた江戸転生は解除された。近日の戒めから解き放ったれ、死者たちの魂が次々に昇天していく。だが陰さえ知っていれば死者側から江戸転生を解除できるという性質を逆手に取り、マダラだけがこの世にとどまり続けていた。一方トビは大現実無限つくよみを実行するため十尾を復活させようとしていた。十尾が完全復活するとき、それはこの世の終わりを意味する。トビの目論みを防ぐため、ナルトはカカシ、マイトガイと共に猛攻を仕掛けるのだった。世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだよ。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。ついにここまで。無限つくよみの術を組むことができる。すなわちこの世界の終わりだ。待っていろ、すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちは眠くなったら眠る、そんで好きなだけ夢を見る。てめえの手を借りて眠るなんてまっぴらごめんなんだよ。追ってこい。よし、ああ強いな。カカシ、どうする？奴の時空間に俺のそれと似ている。まだ家庭の域は出ない。奴の術は俺のカムイは同じものかもしれない。なんだと？無駄だ。もしか、二つが同じ術なんて、それを作り出す根も同じだとすれば、おらあさま、くれま、てめえを倒してこの戦争を終わらせる。美獣惑星螺旋手裏剣、あとは頼んだぞ。ナルト、カカシ、ガイたちの連携攻撃によりトビの仮面を破壊することに成功する。てめえは誰だ！仮面が外れ、トビの素顔が明らかになったとき、カカシは激しく動揺する。本当に
オビトなのか。生きていたなら、なぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかし、そうだな。なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。トビの正体はかつて死んだはずのカカシの友、ウチハオビとその人であった。仮面が外れ、素顔があらわになったオビト。そこへ五影たちを完膚なきまでに制圧したマダラが合流し、ついに第四次忍界大戦を引き起こした二人の忍びが揃う。オビトはカンナビ教の戦いで瀕死に陥った時、マダラに命を救われた過去があった。その後、忍びとしての復帰を目指し、長く苦しいリハビリを続けたが、思い人の野原凛の死を目撃したことで全てに絶望。
幻の世界に救いを求め、マダラの企てた月の目計画に共鳴したのだ。この時よりウジハマダラとして暗躍を始める。そして今から16年前、オイトはこのアガグレの里を壊滅させるため、人中力だったナルトの母クシナからキュービを解き放った。しかしそこに四代目ホカゲの波風ミナトが駆けつけるのだった。お前は何者だ？なぜ木の葉を狙う？俺のことを聞いてどうなる？お前らはもう間もなく終わるというのに。すでに希望などお前らにはない。キュービを操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りと一人しかいない。まさかあなたがウジハマダラだというのか？さあどうだろうな。はっせやそこだ。はっせやそれそれ、お前は何もかも遅すぎる。そこだ。どういうことだ？はっせや。わかる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。なぜ木の葉を狙う？巣だらけだ。自由なら気まぐれである。計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。持ってこい。今だ。受け取らない。持ってこい。追ってこい。今だ。受け取る。あれを出す。今だ。追ってこい。追ってこい。今だ。こっちだよ。なぜんが。命をかけ木の葉を守る、それがホカゲの使命だ。後はオビトからキュービを引き離すことに成功する。契約封印。これでキュービはお前のものではなくなった。さすが四代目ホカゲ、この俺に手傷をくれキュービを引き離すとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。オビトはミナトの手腕を褒めたたえながらも、自分はこの世の全てを滑るものであると嘘吹き、木の葉隠れの里を後にした。だがその胸の内には凛を失ったことによる虚無があった。もはやこの世界はどうでもいい。それこそはオビトを突き動かす行動原理であった。
ナルトたちが死闘を繰り広げている頃、サスケはカイジャ封印によりオロチマルをよみがえらせていた。オロチマルの江戸転生でもって過去のホカゲたちの魂を呼び戻し、事の真相を問いただすためだった。イタシと再会したことにより、木ノ葉隠れの里に対するサスケの復讐心は一層強くなった。しかし同時に、里を守ろうとしたイタチの気持ちを知らなければならない。サスケはそう判断したのだ。江戸転生で蘇った初代ホカゲ千住柱間はサスケの願いを聞き入れ、木ノ葉隠れの里の創生について語り始める。それは柱間とマダラの確執の物語である。柱間とマダラは一族の垣根を越えて協力し、木ノ葉隠れの里のシステムを作り上げた。だが時を経るごとに二人の溝は深まっていき、ついにマダラは謀反を起こして柱間と対決するのだった。俺は別の道を見つけた。本当の夢への道へ行くまでの、お前との戦いを楽しむさ。大切なものに仇出すというのならお前とて許さぬ。北斗秘術次回ボタン口寄せの術。やはり貴様との戦いは心躍る。マダラ、お前は…うわ、さあ、もっと俺を楽しませろ。受けてみよう。せっかくの余興だ、お前も楽しめ。畳みかける。樹木ごときで封じ込められると思った。あれは、うわ、行くぞ。燃える。そんな生クラでどうするつもりだ、柱間。畳みかける。当たらんなら少しは落ちるだろう。どうした？おじけづいた。
かける。受けてみよう。せよ、畳みかけて受けてみよう。受けてみよう。スサノオ、お互い温まってきた頃。ああそう、俺だからやめられない。貴様との戦いを、まずは覚悟を決めるしかない。まだな。お前のキュービと俺の目的、どちらが上か決着をつけるぞ。望むところだ。俺はどうする。柱間よ。この戦いは別格。俺とここまで対等に戦える者はお前だ。これこそが忍びの戦いだ。俺はお前と戦いたいとは思わぬ。お前は俺の友だ。そんなものにこだわるかお前には見えない。本当の夢ってやつやな。だが、まだ終わりではない。もろと
しらは。逃走は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。里を守るため心を鬼にして、柱間は長年の友マダラを倒した。話を聞き終えたサスケは柱間に問いかける。里とは何か、忍びとは何か。忍びとは耐え忍ぶ者。柱間はそう答える。許せサスケ、また今度だ。許せサスケ、これで最後だ。俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里を、イタチを無にはさせん。忍びと里の成り立ちを理解したサスケは、ある結論を導き出すのだった。
ついに十尾が復活した。忍び連合の忍び、江戸転生中の湊や他のほかげ、サスケが集結し総攻撃を行うが届かず、オビトは自ら十尾の人中力となる。異様な姿へと変貌したオビトはどんな攻撃も全て無効化できるようになってしまう。オビトの死であったミナトは後悔の念に駆られる。16年前、仮面の男の正体に気づけたならオビトを止め、クシナを死なせずに済んだ道があったかもしれないと。オビトはそんなミナトを嘲笑し、無力な忍びだと罵倒する。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。ホカゲになれなかったお前がホカゲをバカにすんじゃねえぞ。何よりホカゲになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。オビトには唯一戦術による攻撃のみが通用するとナルトが見抜いたのだった。ナルトとミナトの親子は力を合わせオビトに立ち向かうのだった。ナルト、明日が何の日か知ってるな。そう、ミナトとクシナの命日だ。なら明日は。俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。今さら説教か。遅すぎやしないか。先生、俺の死でありながら、どんな気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局あんたの歩んだ道は失敗そのものだった。そこが距離を取るか。はあ、はあ、そこか。はっせ、そこか。はっせ、そこか。距離を取るか。はあ、はあ、距離を取るか。いくぞ、いくぞ。知ってるか、それ木の葉の誰より、人海中の誰より、オビトなんかよ。当たらん。父ちゃんが何一つ失敗してないこと、この俺が一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。そこか、そこか。行こう。ナルトはミナトたちと協力して戦術による螺旋丸をオビトに命中させる。ナルト、
無理をするな。大丈夫だってばよ。こんくらい男なら黙って耐えてみせら。なぜだろう、まるでクシナと一緒に戦っているように感じる。采配を振るって戦う我が子を湊は頼もしく思うのだった。人との死闘は続く。攻撃を受けてなお平然とする相手に舌を巻きながらも、ナルトはサスケと共に果敢に攻めていくのだった。もうこの世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う。この世界は終わらせねえ。絶対守りきってやる。この世界はもはや道など存在しない。愚かな行為だ。諦めを知れ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。できる限り穏便に送ってやろうと思っていたんだがな。いいだろう。ここからは俊敏の時間は。また気をつけろ、サスケ。行きなさい。あいつはもう今までのオビトじゃねえ。そうか、まだ抵抗するか。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。このまま決めるぞ、ナルト。ナルト、クズン、ラセンガン。能力は今回だけだ。行くぞ、ナルト。サスケ。上出来だ。またね。勝負あり。オビトは無限つくよみを実行に移すため、十尾の最終形態神樹を出現させる。耐え忍んだ。痛みはない。一瞬で終わる。ナルト、もう終わりか。俺は行く。またあいつが一人で、俺はまた後悔すんのか。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。
なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。さっさと呼べ。正直つぼみが開く。その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分だ。この力の前でお前たちの抵抗などナルト、次で決着をつけるぞ。おう。眠るのは明日、夢は自分で見る。もうこの世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う。人道だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。お前らでは俺に戦う。違うな。届かないのはお前の方だ。ああ、俺の助けの力。邪魔をするな。
諦めるか。てめえこそ俺たちが諦めるの。思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。精神世界でナルトはオビトと対峙する。忍びたちの絆の力を目の当たりにし、オビトの心には変化が生じ始めていた。俺が後悔しているというのか。面して自分隠したってダメだ。どんな面をしても心の奥までは変えられねえ。どんなに言葉でごまかしても、あんたが内派オビトだってことは変えられねえんだ。今さらその名に何の意味がある。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く者、第二の陸道仙人だ。違う、お前は内派オビトだ。俺と同じ夢持ってたあんたが火影とは真逆になっちまった。俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。はっきりした行き先があり、近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。火影ってのは痛えの我慢して
みんなの前を歩いてるやつのことだ。木陰になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。こっちの道へ来て、うちがお人として、木の葉の忍びとして、きっちり罪を償ってもらう。違う、俺は内葉お人を捨てた。俺は自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ。逃げんな。こっちへ来い。俺は第二の陸道仙人だ。夢の世界を作り、人を安寧へと導く選ばれた者。木陰など今の俺に関係ない。それはてめえの本心じゃねえだろ。言葉で飾ったところで本当の心は変えられねえってばよ。本当のあんたはおかげを夢見た木の葉の忍びだ。誰でもね、名前のない忍びじゃねえ。陸道仙人でもねえ。あんたが内葉お人なんだ。そら怖がんな。そら目をしっかり開け。自分の姿をちゃんと見ろ。それが本当に望んだ姿かよ。ほら、あんたの夢はおかげになることだったんだろう。あんたの仲間を、それを望んでたんじゃねえのか。よっと思い出してみろ、仲間を。あんたの周りにいた仲間が今のあんたを望んでたと思うか。もう分かってんだろ。俺は強がってんじゃねえ。自分を隠すんじゃねえ。お前は火影を目指してた木の葉隠れの内葉お人だ。父ちゃんもカカシ先生も俺も、もう見逃さねえぞ。いいから来い、この野郎。なるとト心の弱さ、真の思いをナルトに見透かされたオビトは敗北を認めるのだった。だがオビトが十分弱ったと見るや、クロゼツがオビトの体を乗っ取り、マダラを蘇生させることに成功する。伝説の忍びが死者ではなく聖者として完全復活を遂げた。陰謀変獄。その力は凄まじく、クラマを含めた美獣たちをいとも簡単に鎖で拘束する。美獣を引き抜かれたナルトは意識不明に陥ってしまうのだった。
勉強。